こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。ゴールデンミサイル前に行きそうです。ジャズサスピション、それに続いています。さらにはカワチボール、5番コロナドズクエスト、その後ろノーブルベル、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。リアルクワイエット先手を取りました。ゴールデンミサイル、それに続きます。フェイバリットトリック、すぐ後ろ黄色の帽子カワチボール、いい位置につけました。パッショントリック、そのうちに続いています。並んで12番、サファリロンドン、ホットワンダー、すぐ後ろその隣にメロースティンガー、その外からアーリーパイオニア、最後方にノーブルベル。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はリアルクワイエット、2番手はジャズサスピション、レインボーダンジグ、3番手8番カワチボール。差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はリアルクワイエット。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リアルクワイエット先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はジャズサスピション、あと 200m。 リアルクワイエット先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はコロナドズクエスト、リアルクワイエット1着。リアルクワイエット完勝。リアルクワイエット1着。2着はコロナドズクエスト、勝ったのはリアルクワイエット。見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アグネスワールド、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはアグネスワールド、2番手はケープアヘッド、さらにはタイムトゥマスク、4番クラウンシュペリーヌ、その後ろ。それでは先頭からアグネスワールド先手を取りました。大きく離れました。タイムトゥマスク、前はアグネスワールド、2番手はタイムトゥマスク、カフェリボン、3番手。さあアグネスワールド、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアグネスワールド、間が空いてタイムトゥマスク、残り 200m。 アグネスワールド先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。一気にタイムトゥマスク、アグネスワールド、大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。ノーブリザード前に行きそうです。ウェディングアイドル、それに続いています。さらにはウィナーズマーブル、5番フローレンスソロン、その後ろ。前に戻りましょう。ノーブリザード先手を取りました。その外からウェディングアイドル、ピンクの帽子、宇治山インディ、その後ろ。サンシャインマーシャル、そのうちに続いています。すぐ後ろにフローレンスソロン、青の帽子、セプテンバーベル、その後ろ。すぐ後ろにマルターズサークル、並んで14番ケアレスポート、マジカルビーチ、この馬もこのグループ。その外からサーガエクスプレス、並んで6番ディスコチーフ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでウィナーズマーブル先頭に変わりました。2番手はリードチャート、ケアレスポート、3番手アブクマポーロ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィナーズマーブル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭。2番手は藤山インディ、あと 200m、 アブクマポーロ先頭だ。後続は大きく離れました。2番手は藤山インディ、アブクマポーロ独走、アブクマポーロぶっちぎりです。アブクマポーロ1着、2着はサイクルトゥルース、アブクマポーロ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アメリカン東王、ちょっとタイミングが合いません。先行争い何が行くでしょうか。キャロットグランプリ前に行きそうです。メジロドーベル、それに続いています。さらにはスキップハード、8番スウェイン、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。スウェイン先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、スウェイン先手を取りました。4番メジロドーベル、2番手を追走しています。すぐ後ろにアメリカントーン、さらにはスキップハード、青の帽子、ペルシアンマジック、その後ろ。すぐ隣にアルフローラ、すぐ後ろにシャイニングウェーブ、緑の帽子、ラグビーサークル、その後ろ。これに続くのがバイオフォース、イングランドテキサス、そのうちに続いています。赤の帽子、フェイバーピクニック、その後ろ。すぐ隣にダンスデザイン、リンドイーグル、それに続きます。1000メートルを通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。先手を取ったのはキャロットグランプリ、アメリカントーン、すぐ後ろメジロドーベル、後位をキープ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はキャロットグランプリ、まだ粘っています。アメリカントーン、ほとんど差がありません。3番手にメジロドーベル、絶好の手応え。メジロドーベル B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はキャロットグランプリ、アメリカントーン、続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってメジロドーベル、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はスウェイン、あと 200m、 先頭はスウェイン、メジロドーベル必死に追いすがります。スウェイン先頭、メジロドーベル迫る。スウェイン、スウェイン1着、2着にはどうやらメジロドーベル、勝ったのはスウェイン、見事な勝利です。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはメモリーズオブシルバー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくメモリーズオブシルバー行きました。続いて前へ行くのはアイランドデイ、さらには競泳マーチ、15番ミスブリッジ、その後ろ。それでは先頭からアイランドデイ先手を取りました。4番競泳マーチ2番手を追走しています。その隣にハートイン、その外からデアリングリーフ、その外にミスブリッジ、トロットレジェンド、そのうちに続いています。その外にアローギャル、さらにはメモリーズオブシルバー、その隣にワーキングリセ、ブレイブストロング、そのうちに続いています。内からはレインボーシャノン、その外からストップザアベニュー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。競泳マーチ2番手はハートイン、デアリングリーフ3番手。さあ競泳マーチ逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は競泳マーチ、デアリングリーフ続いています。その隣からはハートイン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。競泳マーチ先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。あと 200m、 競泳マーチ先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はハートイン。競泳マーチ独走、競泳マーチぶっちぎりです。競泳マーチ1着、2着はハートイン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。京都シティ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。デイラミ前に行きそうです。京都シティそれに続いています。さらにはスキップアウェイ、5番フリーハウス、その後ろサファイアミニスター、後方に控えました。では前の方から、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはシルバーチャーム、内からは京都シティ、好位置をキープしています。名声オペラ、その外にフライングディレクター、黒の帽子、オーサムアゲイン、その後ろ。その外にブラウンサミット、さらにはシャープキャット、ピンクの帽子、デイラミ、その後ろ。すぐ隣にブーソバージュ、その横にスキップアウェイ、ジェントルメン、すぐ後ろ。その隣にサファイアミニスター、しんがりからウィナーズチェスト、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。5番フリーハウス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてフリーハウス、フライングディレクター、ほとんど差がありません。シルバーチャーム3番手、名声オペラいい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフリーハウス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はシルバーチャーム、シルバーチャーム先頭、2番手はフリーハウス、あと 200m、 シルバーチャーム先頭だ。残り 100m、 シルバーチャーム粘る、オーサムアゲイン迫る、大外から一気にスキップアウェイ、シルバーチャーム、シルバーチャーム1着、2着にはどうやらオーサムアゲイン、勝ったのはシルバーチャーム、見事な勝利です。